し船長、どんな計画なんだ。異常なし。船を着陸させるぞ。やっと来たか。時間の無駄だって言っただろう、デル。ああ、その調子で頼む。仲良くやれそうだ。それからマシス、ここを仕切ってるのは俺だ。お前は黙ってん。いい。わかったよ。よし、一度しか言わないからよく聞いておけ。俺たちがここに来たのは、クリクスの遺産に関する情報を集めるためだ。お宝を漁るためじゃない。何か見つけたら考えるな。余計なことをするな。まっすぐ俺のところに持ってこい。さあな、クリクスの遺産の手がかりはここって壁にデカデカと書いてあればいいんだ。全部言わせる気か。データスレート、メモ、ターミナルのエントリー、トイレットペーパーに詩が書いてあったらそいつもだ。全部持ってこい。お前みたいなルーキーでもヘマしない程度には簡単だ。待って、宝探しはなしか？どうやって金を稼げばいいんだよ。わかった、もういい。紅の艦隊に加わりたいならお前らの従うべきルールはたった一つだ。仕事中は俺に言われた通りにやれ。質問はなしだ。それが嫌ならそう言え。この雪玉に船なしで置き去りにしてやる。数時間であの世行きだ。はいはい。ああ、それともう一つ。お前のお仲間がついてこられるのは刑務所の入り口までだ。中へは絶対に入れないから。先に行ってくれ。氷の惑星での振る舞い方ならちゃんと分かっている。信じてくれ。着陸地点からロックまではかなりの距離がある。さっさと出発するぞ。
ことが聞こえた。おい、あそこに何かいるぞ。それなりの価値はありそう。ついに来たぞ。ジャスパークリクスが遺産を見出し、紅の艦隊を創立する礎となった場所、ロックだ。こういうのはすぐにでも開けたかったろうな。凍えちまう。ならスーツの温度を上げろ、マシス。中に入ったところでほとんど変わらないか。よし、進もう。ここに突っ立ってても仕方ない。この ID カードにあった今井をはたいたんだ。頼むぞ。よし、行くぞ。この区画に入るのは初めてだ。油断するな。おかしなものを見かけたら声を上げろ。敵だったら倒せ。至って簡単だ。犯罪した囚人がクリクスの脱走で。ここは官房ブロックに移送する前に囚人を登録してた場所に違いない。残りの一生をこんな風に大量の氷の下で過ごすなんて想像できるか。ええ、最低最悪だろうな。だが俺たちがそうなるよりはマシだ。待て、静かにしろ。聞こえたか。待って、あれは何。
るに違いない。そこら中にうじゃうじゃいるんだろうな。ついでに1キロ先からでも聞こえるような銃声はお仲間たちの耳にも入ったろうな。おお、そうか。お前それほど間抜けじゃねえのかもな。なんだ、一度銃撃戦をやっただけで仲良しか。さてと、受刑者移送エリアの中に入ったか。どこもかしこも封鎖されてるな。それだけ仲がいいんだ。麻痺室と制御室に行って他のドアも開けられないか確認してこい。計画だと？そんなもんどうだっていいだろう。いいか、こっからは自力でやるしかねえ。そりゃそうだ、当たり前だよね。まあ待てって、もっといい考えがあるんだよ。いい機会だ、デルガドを始末するぞ。そして同時にクレジットをがっぽり手に入れる。機会を待て。チャンスが来たら全力であいつに襲いかかるんだ。全能のデルガドでさえ勝ち目はねえ。俺たちが手を組めばな。おい、俺たちはただのルーキーだ。こんなチャンスはめったに巡ってこねえ。ひとまずデルガドの話が正しいとしよう。ここにクリクスの遺産に関する情報があるふりをするんだ。あいつを片付けたらゴミを漁って見つけたものを一切合切ネイバに売る。腐るほどクレジットが手に入るぞ。いやいや、そんなわけあるか。よく聞け、紅の艦隊のボスの座をネイバに差し出すんだよ。デルガドを排除すれば俺たちに感謝するに決まってる。よく考えてみろって。1ヶ月分の給料をかけてもいい。あいつがこれほどまずい状況にいるのなんて初めてだろ。完璧だ。イカれてんのか。俺はデルガドのスパイじゃねえ。目指すは紅の艦隊の船長だ。必死なんだよ。お前だってそうだろ。それに忘れてるみたいだが、さっきの崩落で閉じ込められてんだ。脱出方法を見つけないと何の報告もできねえ。永遠にだ。保険をかけてんのか。まあ気持ちはわかるがな。俺が行動を起こした時は俺の味方をしろよ。さて、脱出する方法を探そう。ゴミ漁りするなら自分の懐にあったかいもんを入れたいと思うな。
使え。二人とも生き延びたのか。安心しろ、これからひどくなる一方だ。さあ、よく聞け。俺たちは孤立してる。お前らには二つのことを頼みたい。まず引き続き残りのドアを開ける方法を探せ。じゃなきゃ俺はここから出られない。それからジャスパークリックスに関する情報を手に入れろ。何でもいい。二人とも分かったか。勘弁してくれ。何から何まで説明しなきゃならないのか。いいか、お前たちがいるのは施設の制御室だ。スイッチやターミナルを探すなり、祈りを捧げるなり、何でもいいからとにかく急げ。ああ、本当だろうな。あとは魔室につまらないことを考えるなと言っておけ。さもなくば俺があいつを殺す。金のためならこんなこともすんのか。俺はどうかしてる。
俺の提案のこと考えたか？はいはい、お前も見たはずだ。あの連中が何なのかわからんが、今頃やつをズタズタに引き裂いてる。俺たちの代わりにな。そうじゃなかったとしても、俺たちならなんとかなるさ。ちょいと手を汚す必要があるが、初めてじゃねえだろ。死ぬまでご奉仕したいのか？なら好きにしろ。とりあえずお前に従おう。さて、見張り塔にたどり着いたぞ。次はどうすんだ？お前も刑務所には慣れてるみてえだな。わかった、従おう。D03118 艦砲。よし、そこから始めるか。
だ船のことをやかましく語っていた。そういうのが大抵デタラメだと相場が決まってる。だがそいつの話は細部まで筋が通ってた。話を聞いていく中で、それは戦時中に辺境整形で沈んだものだということが分かった。船の名はレガシー、ガルバンクの輸送船だ。まさに俺が求めてたものだと思った。カーターに連絡しなくては。この岩の塊から脱出する時が来たのだと。そいつは換気室にあるユーティリティクローゼットに掘削部隊が忍び込むのを助けてくれることになった。そこでひたすら掘る。不意にじゃなくまっすぐだ。武器庫へ向かって。カーター曰く、ロックは全てのターミナルで常に高度を変えてるそうだ。だから慎重に調整しなければならない。まずシャワーエリアにあるそいつのロッカーをユーティリティクローゼットの行動受け渡し場所として使う。1ヶ月後にはこの小枝見におさらまし、例のクレジットを自分の口座に入金してるはずだ。これが正しかった。フリックスはガルバンクの輸送船を襲って、カーターうまくやれば。よし、カーター、ユーティリティルームの最新コードは4861101071だな。掘削チームによると氷を取り除くのに1週間かかるらしい。その間に作戦をまとめるんだ。トンネルが墓標に通じたら仲間が暴動を起こす。花火の音が聞こえてきたらシャトルベイに向かい、チャンスは一度しかない。うまくいけばレガシーと一緒に沈んだ財宝に一歩近づく。これを監守に報告したら、まあどうなるか分かってるはずだ。
何か楽しいことをやると思ってたんだけど。ここは武器庫だったのか。完全に空っぽみたいだな。UC はこの施設を失った時かなりの大損をしたはずだ。いい気味だな。前を見ろ、来るぞ。ここから脱出できたら、デルガドには俺たちを放置した礼を言わねえとな。
生まれたなんて信じられない。ここは所長室だったみてえだな。シャトルベイのすぐ横に所長室を作ったのか。すぐ脱出できるようにだろうな。頭がいい。飲み物に二度と氷を入れない。全てはチームプレーってやつさ。俺たちは最初から最後まで助け合ってた。マジっすか。考える邪魔になるから黙れと言っておけ。あーすまない、デル。話してくれ。さてと、あとはこの惑星から飛び立つ方法を見つけるだけだな。よし。なあ、これだ。ロックの図面を見てるんだが、そこから地表に戻す方法は見当たらない。だがシャトルベイに通じる外側のドアを開けて、そこにあるシャトルで直接キーへ飛べるようにはできる。図面によると緊急避難用の出口を使えば地表に戻れるらしい。俺の船には氷の上をちょっと走ればたどり着く。お前より先にキーに着くだろうな。そうか。俺は空から金貨が降ってきたらいいなと思ってる。お願い事の時間は終わりだ。めちゃくちゃ無駄口叩くのはやめて、たまには黙って聞け。さてと、どれどれ。この中のどれかでドアが開くはずだ。シャトルベイ稼働、開票プロセスを開始。お待ちください。よし、これだ。ちょっと時間がかかるかもな。ベイのドアは一世紀近く閉じられたままだ。大仕事をやってのけたな、ルーキー。キーに戻ったら話をしよう。なあ、あのな、お前が手柄を独り占めにするクソ野郎じゃなくてよかったよ。ありがとうって言いたかったんだ。それはそうだな。それでもありがとう。あのな、デルガドを殺そうって話だが、俺が言ったことを全部忘れんのはどうだ。ほら、まるでそんなことは起こんなかったみたいにさ。ああ、もちろんだ。心配するな。借りは返す。さあ、ここから脱出するぞ。
したいものがあるから時間ができたら教えて。やっと来たか。何してたんだ。遅い。お前たちの死体をあさりに行くとこだったよ。今はやめろ、ネイバー。で、何か見つけたんだろう。渡せ。それだけか。スレートが一つだけか。これだけのクルーを失ったんだ。赤くてでかいバツ印がついた地図じゃないと困る。こりゃ驚いた。遺産ってのはクリクスの財産のことではなく船だったのか。おそらく大量のクレジットが積まれたガルバンクの輸送船だな。ガルバンクの船が墜落した話なんて聞いたことない。実際に起きた事件だとしても遠い昔に何もかも奪い尽くされて。いやネイバー、考えろ。ガルバンクが隠蔽して時が経つにつれてその場所が忘れ去られたとしたら誰にも存在を認識されない。よし、状況は変わった。探すべきものが分かったことだし、調査範囲を絞り込もう。お前が見つけた録音は、レガシーがどこかにあるっていう証拠だ。あとは見つければいい。まずは分かってることから始めよう。レガシーはガルバンクの船だった。つまり、ガルバンクは墜落場所の記録を持ってる。ネイバー、お前ロコフと取引してなかったか？トライデントのスターライナーで大物のチャリティーイベントがどうのこうのって。本気で言ってる？3ヶ月もかけてやってきた仕事なんだ。あれは私の獲物だよ。お前の獲物の話じゃない。少しは頭を使え。あのスターライナーにはガルバンクの VIP スイートがある。つまり考えろネイバー。簡単な話だ。つまりガルバンクの役員が乗ってるってことか。そいつらの身分証を奪えばニューアトランティスのガルバンクアーカイブに侵入できる。なるほど。そいつはうまくいくかもしれないね。すぐロコフに連絡する。荷物をまとめろルーキー。バカンスだ。それからこの銃を持っていけ。お前にふさわしい武器だ。ロコフがいつもみたいに全部台無しにした時には役立つだろう。ロコフはまあロコフだ。かなり面倒くさいやつでな。かつては紅の艦隊の一員だったが俺たちが追放した。最近あいつは長距離輸送の腕を生かしてトライデントでスターライナーの船長をやってる。トライデント内部にコネがあるってわけだ。あいつはもう何年も紅の艦隊に復帰しようとしてるが俺はまだ受け入れる気はない。そいつをうまく利用できるかもな。
お前が考えてるようなものじゃない。銀行の金庫室というより事務所のようなものだ。中に入るとコンピューターにアクセスできる。それを使えばレガシーに関する情報を得られるだろう。そいつはよかった。まさにそういう任務だからな。ネイバと俺は顔が知られすぎてる。気づかれずにスターライナーを歩き回るのは無理だ。トライデントのセキュリティに見つかったら終わる。お前はその船に乗り、ロコフと接触して身分証を手に入れろ。バカなこと言うな。対局を見ろ。うまくやれば俺たち全員が大きな報酬を手にできる。おい待て。行く前に話しておくが、お前が言ってたことを踏まえてマシスを紅の艦隊に入れることにした。どうかな。話は終わりだな。次の行き先はロコフのスターライナー、セイレーン・オブ・ザ・スターズだ。覚えておけよ。ロコフにクリクスの遺産のことを教える必要はない。今のところは俺たちだけの秘密だ。さあさっさと行け。ルーキー、出発の前に話がある。マシスとの用事が済んだらラストノバに来い。大仕事をやってのけたな。大したもんだ。アシストの用事が済んだら話そう。クレジットが必要ならコアでミッションボードを覗いてみな。もし大金持ちだったら街を運営してみたいね。なあ、デルガドにチクらないでくれて、それに俺がどれだけ貢献したかまで言ってくれてありがとう。もう一度伝えておきたくてな。すごく助かった。俺が何をする気だったかバレてたら、いや、その先は考えたくない。そうだな、何かあれば何でも言ってくれ。俺はお前の味方だ。楽しみだ。じゃあな、マシス。あんな奴に頼らないといけないほど切羽詰まった状況にならないといい。元気でな。ともかく、その、元気でいろよ。紅の艦隊第一を心がけていれば目立たないようにと言いたい。そもそも気づかれなさそうだ。
君を探しに行くところだったよ。もちろんさ。喜んで聞くとも。私たちが出会い恋に落ちるまでどれほどの不確定要素を経てきたのか考えると、私はこの世で一番運のいい男だと言わざるを得ないな。もっと積極的に言葉にするべきなのだろうが、君は私を引き寄せて安定した軌道に乗せてくれる重力の源なんだ。本気だよ、心の底から。来たか。よく聞け、よく聞け。何ヶ月も前からセイレン・オブ・ザ・スターズのクソ野郎ロコフと一緒にある件の準備を進めてる。儲けをみすみす逃すつもりはない。だからその仕事はお前に終わらせてもらうよ。わざわざ宇宙を探さなくてもっと渡すに決まってるだろ。ここはそういう仕組みだ。今回だけが例外だと思うか。セイレン・オブ・ザ・スターズが開催するくだらないチャリティーイベントについてロコフから情報をもらっていてな。そのイベントで地球救世主賞とかいう賞が贈られる。それには何万クレジットもの価値がある。簡単な話だ。セイレンでガルバンクの身分証をくすねるついでにその賞を奪って持ってきてほしい。先
酒を買わねえならさっさと俺のバーから出て行け。写真を見ると章には12個のブルーダイヤモンドが散りばめられ金細工に覆われてる。ジャズにバラしてもらえば大金になる。そして何より足がつかない。はいはい、まるでコメディアンだな。カウンターに立ってもっとジョークを披露するといい。ここの客ならウケるだろ。冗談でも言い訳でも好きなだけ言えばいいけど、地球章を持って戻らなかったら報酬から差し引くからな。いずれにしても私は金を手に入れる。お前の取り分がいくらになるかはお前次第だ。分かったか。大丈夫、メモを取った。失礼。真面目な話だぞ。そう、地球、地球の地と救世主の救。分かった。ちゃんとついてこい。やることは他にもたくさんあるのにお前に足止めされてる。なら決まりだね。よしよし、ルーキー、話は終わり。さっさとセイレーンに行って品物を取ってきなさい。それ以外の何者でもないからさ。ルーキー、新入り、下っ端だ。経験がないやつにだってちゃんとした名前はあるんだろうが、正直言って誰も気にしないよ。だからその呼び名になれるんだな。実績を勝ち取るまではお前は紅の艦隊のルーキーでしかない。質問があるならいいな。私も頑張って出世しないと、いつか船長になる。おっかない民衆と陰気な警官を除けばここはそう悪くないな。ラドリーのやつのにやけ顔を見るたび殴ってやりたくなる。船の改造に来たの？おや、改めまして、私はジャズ。ネイバが言ったように船の部品や修理が必要になったら手配してあげる。クレジットを払ってくれればね。品揃えで飼ってるかは知らないけど、足がつかないって意味なら間違いないよ。あんたの船はちゃんと整備するって保証する。だから改造したいなら教えてね。友人整形で最高の品が揃ってるよ。違法なもの、未登録品、リコール品、何でも売る。余計な詮索はなし。UC と自由構成レンジャーの追跡を逃れる品は私に言わせりゃ必需品だよ。商売の話がしたくなったら声をかけてね。まあ分かってる、こんなクソみたいな話すね。いいよ、このボロステーションがバラバラにならないように整備する仕事も忙しいってほどじゃないし。分かったよ。ここがキーか。稼働できているだけでも感心すべきだな。何か用？ここにいる船長はみんな実績を積んできた。紅の艦隊の方に血を流してた。紅の艦隊は仲間を守るけど、裏切ったりしたら死んでもらう。
紅の艦隊はどうしたの、ルーキー。ルーキー、何か始めるのか。ミッションボードの仕事は勝手に片付かないぞ。クレジットが欲しければ俺に会いに来い。今日は射撃場で狙い通りに撃てた。だから自分へのご褒美さ。毎日鍛錬することだな。射撃が下手で。落ち着いてくれ。後でウェイトトレーニングするなら手伝ってやるよ。クレジットが余ってるか、いらないものを処分したいなら補給基地へ行くんだね。私はあらゆる整形で賞金をかけられてる。バカどもには絶対に捕まらないけどね。俺はファーガス。ラストノバに。ああ、それならちょ。お前はボグズグロック一本。文句は言うなよ。それで気に入れば運が良かったってもんだ。どこよりも安い。まあ見てみ。ラストノバはね、年中無休だ。いつでも来い。
じゃない。戻ったんだな。それでどうだった？なら計画は前進したな。完璧だ。よくやったわ、ルーキー。デルガドは確実に欺けるだろうと思っていたが、ネイバは鋭い。ネイバの詮索を切り抜けるのは難しいぞ。報告する価値がある発見はあったか？君の不安はわかるが、ここのメンバーは全員私とトフト隊員が徹底的に調査している。安心していい。君が流す情報は完全に暗号化されるまでこの船を出ることはない。約束する。レガシー、遺産という意味だな。ちょっと待て、デルガドは本当にクリクスの遺産を見つけたのか？ああ、宇宙に伸びる巨大な虹の先にあって3人の魔女から手に入れなければならない、あのクリクスの遺産だ。皮肉で言っているんだろうが、このデータがクリクスとレガシーの両方に関係していることは否定できない。私の考えではさらなる調査が必要だ。可能性はあると思います。諜報員が最近この件に関する通信を傍受しました。何らかのガセネタか新兵を勧誘するための作り話だと推測していたのですが、そのちょっとした謎は10秒くらいで解けるわ。一体何が見つかるか。いいえ、データベースにレガシーというガルバンクの輸送船の記録はない。デルガドはあなたを騙す気よ。どう思いますか？ガルバンクが何かを隠しているから記録がないのかもしれない。デルガドはバカじゃない。あの情報を手に入れるために命を懸けたぐらいだ。何か心当たりがあるのだろう。真剣に考慮しよう。次の動きは？デルガドは賢いな。かなり賢い。私が彼の立場なら全く同じことをするだろう。紅の艦隊史上最大の獲物になるほどのクレジットだ。デルガドの手には渡せない。ニューアトランティスに行きましょう。ガルバンクの役員に情報を渡すよう圧力をかけられます。先手を打つんです。いや、成り行きに任せよう。エージェントが情報を提供してくれているだけで今のところは十分だ。輸送船の位置を突き止めることだけが目的じゃない。ジャスパー・クリクスは賢かった。そして何らかの理由でそこにはたどり着けなかった。そうしてもらわないと困る。紅の艦隊が金の詰まった輸送船を手にしたら友人政権にとって大惨事となる。あらゆる手段を使ってさらに情報を入手してもらいたい。それから頼むから、スターライナーでは誰も殺すな。二人とも以上だ。